今週も始まりましたよ。ウイス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 。今回は鉄塔さんがダイヤを30分でどれだけ見つけれるかと。なるほど、データそんな感じになっております。ちょっと参考記録を知りたいです。参考記録ですか。はい、教えたってよ。まず、1回目1回目2週間前にやりました、ぺちゃんこが、ゼロ。おっ、おなるほど、いい数字だね、いい数字だね、はい、ゼロ、うん、ゼロは、まあ、素晴らしい記録ではあったんですけど、うん、で1週間前ですね、ドンピシャさん、うん、は、純粋なゼロです。いいね、やっぱ純粋の、ゼロにも純粋か、うん、純度100のゼロです。純度 100%、はい、いいですね。磨き上げたピカピカのゼロね、はい、ピカピカのゼロです。あー、なるほど。なかなかだよ。意味がわからない方は、まあ、前回の、ものを見てください、見ていただければ。ピュアピュアだから、うん、なるほどね。ピュアピュアゼロね、うん、はい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 、そんな感じで、いいじゃないですか。まあ、うん、鉄塔さんの番になりましたけど、ええ、まあ最後ってことはかなりやりやすい、時間配分などもまあかなり、まあ、来るだろう。ああ、やりやすさというよりはむしろ、うん、背負わされた感が結構あって。なるほど、うんうん、背負っている。一応ね、我々もまあマインクラフト、はい、うんうんうん、でこう活動していることがまあ多いわけですよ。ああ、うん、ふむふむ。すげえ近いけど。それの中で、うんうん、ゼロで終わってよいのかっていう、うん、そのプレッシャーっていうのは結構感じてる。あ、なるほどね、うん、まあ、かなり背負ってもらってる部分は大きいかなと思います。俺はやっぱ1個でも見つけなきゃいけないなっていう、大人として、大人としてね、大人としてね、うん、でこれはまあ、うん、1個見つけたらもうこもるのがありうるなっていうね。あー、あー、なるほど、そういうことしちゃう。なるほど、なるほど。まあ分からない、それは分からないけど、まあ、まあそうだね、うん、まあそれはね、コメント見ながら、うん、まあそうですね、うん、コメント見ながらってなんだろう、まあ、あの俺の好きにしてくれ。あの面白い鉄塔さんがこもると、うん、なるほどね、うん、いやまあそれはね、もっと元来そういう気質がある人間だからね、こもりがちな、こもりがちだから、こもりがちなところあるからね。というわけで、じゃあ、まあ今回も、まあどういったものをやるのかっていうのはね、一枚の画像としてありますので、まあこの辺はさささっとまあ見せながらやっていこうかなと思います。今回はこんな感じです。ズズンドン。まあ全体を通してのルールなどもございますが、まあこの辺はもう変わりませんので、ご説明はいたしません。なるほど、はい。今回は30分ダイヤ、30分間の間でダイヤモンドをどれだけ集められるかと、うん、それを競い、終了時に持っている所持数が一番多い人はまあすごいと。なるほど、はい、そういった形になっております。はい、はい、じゃあ戻りますね。はいはい、はい、どう、わかる、どう、え、どうなってるか、わかる、どうなる、どうなってるのかわかる。なんかすごい、うん、あの任天堂64の時を思い出す。たまにアシュラマンみたいになるんじゃない？なるかもしれない、ね。たまにアシュラマンみたいに。はい、アシュラ、うん、OK、 、はい、OK、 OK です。OK、 はい、うん、これ、あ、そっか、何ももらえないんだっけ、お肉みたいなのとか。お肉などは、そうですね、ございませんよ。ございません。ございません。空いてます？空いてます？お腹は今はでももうすく気がする。もうすくとかはその聞いてない。今空いてるのかを聞いてるんです。今は空いてない。あ、じゃあないね、うん、ないですね、ないです、わかりました。ってことで、では早速やっていきましょうか。お、はい、いいですね、はい。ではちょっとよし。お、砂漠が見えるな。本当ですか、ね、あっちの方なんかあんの。じゃあそれは開始後に、ではちょっと準備を。はっ、それでは、うん、やらせていただきます。はい、三人称ガチンコです。30分ダイヤ編の鉄塔さんの場合でございます。うん、バッツ。それでは用意、ダイヤス、いやーさーさぶらーなっはっ。よし、まあ落ち着いてね、木いっぱいあるから。あ、落ち着いてやってくださいよ。そうです。あれ、ここ掘れないやつところだ。あ、まずいですよ。ロス。落ち着いて。ロスです。どこも掘れないんじゃないの？あれ？
この辺やっぱ掘れないんじゃないの？こんなにあるのに掘れないの？そうなんです。あ、ちょっとじゃあ移動した方がいいですね。ここはいけるでしょ。ポンリスはね、掘れないんですよ。困るぜ。ポンリスは。いやー、見つけられないのだけは避けたいなー。あのねー、震えてくるよ。そうだろうね。20分経っても、何もないってなった時の、あの、震え具合。なんかこの木、珍しい木だね。あ、階段になってるね。ちなみに、ドンピシャさん、その掘れないっていうのは、どういうことなんですか？何がですか？その、今掘れないって言ってたのは。あ、なんかリスポーン、その死んだ時に、まあ始まった地点ですよね。始まった地点付近のものは、なんかこう叩いても叩いてもそのアイテムを取ることができないみたいな、なんか暗くなってきたけど、なっちゃうんですね。あれ、夜だ。なんで俺のやつと暗くなっちゃうの？ん、時間夕暮れどうしますか？これどうしますか？フェアじゃない。まあフェアじゃないわ。フェアじゃない、ね、夜はなるほど。じゃあまあ先週ね、申し訳ないけど、じゃあそれは認めます。それは、うん、じゃあ認めます、うん、あーやった、晴れた。あー、そういうことすんのか。あー、畜生。それは認めます。畜生は、はい、だからリスポーンのところで、例えばリスポーンしたのに地面がないとか、なんか牛みたいな、それで死んじゃうのを防いだりとかっていうことですね、ドンピシャさん。あ、そうなんですか？それは知らなかったな。じゃあもしかしたら全然強いけど、かもしれない。あ、倒した。よし、なんか変なの出たな。まあ諸説あるっていうことで。諸説ある、諸説あるんだ、はい、もうちょっとあったか。ちなみにポーションなんですけど、うん、前も使ってたんだっけ？前回は。あ、結局使ったの？前回は使ったんですけど、なるほど。なんかあまりこう臨場感がないなっていう感じが、やってて初めて使って、うん、なんかあったかなっていうのがあったんですけど、やっぱ見てる方たち的には、まあやっぱ見やすい方がいいのかなっていうのが、いや、ちょっと臨場感というか、うわ暗いとかっていうのが、そのね、鉄塔さんが本当に全部照らしてれば別だけど、うん、やっぱさ、先々でさ、照らしてないから分かんないじゃん。そうでない部分も出てくるとね。で、それまで見えちゃうから、そのね、なんだろうな、よく分かんなくなってくるんだよね。そう、だから暗いじゃねえかっていう、そう。やつがなくなってしまうんですよ。そう。あ、はい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 。マニック。なので、敵がいるとかどうかも分かっちゃうからさ。ウサギを飼ってますね。よしよし。あ、ここは、あ、通じてます。あ、あいらっしゃるね。やっちゃっ、そうなんだよね。ペイさんが飲んじゃうとさ、鉄塗さんが別に照らすさなくても良くなっちゃうね。暗いな、なんかこの辺。まあでも ね、やっぱね、どっちもいい、どっちもいいんだよね。それはそれで、それはそれで、そう、どっちもいいから何とも言えないんだけど、まあ今回はちょっとなしで。なるほど。はい。だからちゃんと照らしてくれないと。いらない声の方が多いですね。なるほど。うん。必要ないじゃないかと。うん。まあ言うてそんなに見えないことはないからね。うん、なるほどね。うん。石炭が欲しいけど。石炭が欲しいな。石炭、そういえば取ってないね。ないかな。なんか どうにかする方法なかったっけ。ちょっとさ、眉間に刺さってるけど大丈夫？俺は。ああ。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、本当に？ここにあることは分かりました。先が。もうちょっと木が欲しい。あ、もうちょっと木を取る。うん、いいじゃないですか。取って、木を燃やせばいいんだっけかな。あ、ちょっとね、1週間経つと分かんなくなっちゃうね。分かんなくなっちゃう。俺なんかほんと石炭以外の方法を知らないな。なんかあったよね、木炭みたいなの作れたんじゃなかったっけ。あー、なんかいけるとの噂。うん、5分経過しました。5分経過です。大丈夫、もうこの先にすぐあるから。原木を原木を入れるんだね。木を燃料に木を焼けばいい。うん、原木を木で焼く。
はいはいはい。わかります。わかりますよ、そういうの。わかりますか？ええー、我。あ、違うな。あ、こういうことかな。この隙に、じゃあちょっと木をもうちょっと、得てきますので。なるほど。木を得てくると。なるほど。よし。そろそろ石を作るんですか？石のピッケルはもう作ってある。ああ、もう作ってんの、うん、あ、そうか、もう今石使ってたのか。あ、木炭が、ね。でもこれ結構時間かかるなぁ。この方法。これどうなんだろうなぁ。大丈夫ですか？大丈夫なんですか？うるさいなぁ。多少であると信じていくか。ちょっと遅いんじゃないですか。遅くないです。まだ全然。アカシアの木材。アカシアの原木を入れてるね、うん、今。入れてる。なるほど。木炭。これで松明を作り上げてるから、今。一個木炭できたら、うん、木炭で焼いた方がいいって、立ち見シーンの人が言ってます。遅い、遅い。遅いし、その言い方。言ってます。そんな言い方してる？してます。とりあえず、これで、いけるところまで。やっぱね、準備はね、10分ぐらいかかるかもしれないね。おっこの距離で終わるのはないな。あー、終わってますね。今日も終わっていきますね。あー、今日も終わって いや、いいですよ。今日も終わっていきましょう。別口を探しましょう。別口探しますか。うん、な、大体あるでしょ、この辺に。大体こういうのはさ。そうですね。結構、俺がやった時も穴あ、はっ！おっと？すごい穴。お、いいじゃない。これは早速完璧な穴。立ち見 D まで見えてますよ。すごいね。みんなどうしたの？そんな。来てますね。あ、鉄が。鉄はまあ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 。鉄いいじゃない。そのうち石炭もあるんじゃないのこれ。そうでしょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。いいですよ。よし。よし、いいですよ。いいですよ。暗いね。暗いね。ん？まあ知ってたけどね。ああ、そう。うん。よし。調子がいい。調子がいいんじゃない？調子がいい。このくらいは調子がいい。調子がいいんじゃない？うん。あ、いっぱいあるじゃない。調子がいいね。調子がいいね。他のはいらないっていうのがいいよね。何が？ダイヤだけでいいんだよっていう。ああ、そうですね、うん。まあ、俺もそういうつもりだったんだけど。うん、よし、こんだけあれば足りるでしょう。足りる？うん。暗いね。なんか、わーってこう、あーあー。でも、僕は剣を持っているので。おお、さすが！あ、いた、いた！よかったね。よし、オッケー。弓のやつだけはほんと気をつけて。うん、弓のやつ、あ、大丈夫か。終わってない。終わってない。上へ行く。そして終わる。好きだねー。鉄塔さん。どうしようかな。鉄塔さん。ちょっと下へ。大丈夫かな。下へ向けた方がいいかな。もう下を下に向ける。うん。いいんじゃないですか。さすがにね。なるほど。うん。まあまずね、その。その高さらへんに行くのは大事ですよ。そうですよね。うん。そのまま掘ったらちょうどどっかと通じたってことも。いや、あるでしょ。てか、ある。ある、ある。ある、ある。ある、ある。よくある。よくある。よいしょ。あ、暗いな。ちょっと待って。よし、あ、こうしたらいいんだ。よし。よし、オッケー。うんふんふん。よし、よし、よし、よし。進んで。よし。いいですね。よし。石炭ばかりだなぁ。5、4、3。なに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 、経過しました。あ、はい、もう、なになに、やめてよ、その急なカウントダウン。俺、カウントダウンに弱いんだから。10分が10
10分ね。経ちましたよ。まだ10分ね。経ちましたよ。これどこかに行くかな。今のとこ何もありませんし、これはどこかに通じているんでしょうか。これどこかに行ってくれー。いやー、どこかに行ってくれ。意外と俺は通じなかったからね。匂いがな感じられなくてさ。ちょっと待って、今あれあれだな。ん？あのどうした？松明もなくなるし。あれ、松明もなくなる？あ、いや、あの、あ、なるほどね。あれがあるので大丈夫ですが。素材はあるのね。うん。なるほどね。鉄燃やしとくか、いや、まだいいかな。ちょっと まだいいか。これ後ろ刈り上がってるんですよ。刈り上げたんですよ。本来のスキンよりも刈り上がってる。何の話してんの？あ、俺の襟足の話ね。襟足の話、うん、このマインクラフトのキャラクターの襟足の話ね。あの美容師ぺちゃんこが、あ、美容師ぺちゃんこにより刈り上げられました。そうですね、うん、お腹が減ってくるな。今どんぐらいの高さなんですか？ちょっとじゃあそういうのはドンさんの役割。14、5ぐらいですね。14、5です。肉を焼きつつ。あの人じゃあ見てないってことなんですか？あ、そうですね。見てますよ。あ、僕だって見てました。よし、お肉食べる。 お肉を食べる。あ、お肉持ってんの？ウサギから僕は得てますので。あ、そういうのもちゃんとできる子なので。やるじゃん。で、その間に、鉄を燃やします。瀬戸さん、11から14あたりがいいですよという。11から14あたりがいいですよ。ありがたいコメントが。ありがたいお言葉、あります。頂戴しましょう、それを。僕は今どこにいるんですっけ。13ぐらいですよね。じゃあ大丈夫でしょう、そんなに。あららら、ら、うん、ちょっと張っちゃう。もう真横掘りでいいんじゃないかって。真横掘り？うん、アリーナが言ってますね。アリーナが？うん、そして D なんて信じるの？っていうアリーナのコメントがさらに追い打ちを。争いが、争いが発生してます。争いが発生してるね。うん、頼むぞ太鼓野郎、立ち見 D です。いいよそういうのは。立ち見 D ですよ。太鼓野郎と言ってるのは立ち見 D です。あー、なるほどね。うん、信じますか？立ち見 D を信じるかどうか。信じますか？ちょっとどうかな。うん、よし、では、うんうん、もうそろ、もうちょっと掘ったら横行きましょうか。その、お、横堀、言葉、うん、横堀さんに、横堀さんになる、はい、いいと思いますよ。この辺かな。ちょっと暗いね。瀬戸さん下がりすぎてないというコメントもありますね。お、すぐ上がってきた。すぐ上がってきた。ちなみに、そこはどんぐらいなんですか？ここは11です。あ、11。11は本当に素晴らしい数字で。いいですね。赤いのもあるし。11ぐらいはいいんじゃないですか？11は本当にいいですからね。うんうん、あれ、あれ、あれ。ちょっと待って。配置が良くない。よし、うん、いいんじゃない？ある？あるかなぁ。なんか赤いのはあるなぁ。なんかポコポコ聞こえる。なんだろう、こっちの方からポコポコ聞こえる。ある？土になった。びっくりしたー、通じたよ。お、通じた？思いが通じた、みんなの。マーグー、マーグー、マーグー、マーグーだね、これ。マーグーです。あ、こっちにもマーグー。わ、すごいなー。これはありそうだな。これはある、あるなー。これはあるなー。申し訳ない、ある。ね、なんで敵いないんだろう。俺の時すごいったのに。そうだね。なんで敵いないの？すごいなー、ここ。15分ですよ。はい、15分でございます。でももうあるから大丈夫。本当ですか？
でもありそう、マジでありそうだわこれ。あるだろうこれ。これはありそうで、これでなかったらもう終わり。才能ない。マジか。才能のなさを、うんうん、水の音もするんだな。水大事ですよ。そう、なんか俺の時はね敵クソ多いんだよ。多分ね操作されてる。誰に操作されてる？一人しかいないでしょうが。あいつだ。操作じゃない。でも俺の時も多かったですけどね。ということは？気のせいだろ。それは気のせいなんだ。うん、でも結果ゼロだから。あの青いのは何にも関係のないやつですよね。うん、あれをダイヤとして持っててもいいですよ。思っててもいい。全然いい。ここで戦うのは。おい、あ、どんどん来る、どんどん来る。あ、どんどん来るね。でもこうやって、こうやって、こう。あ、いいですね。よしよしよし。よし。怖いからちょっと埋めてほしいな、これ。金か。金、金。金、金ですね。こういうところになんかちょろっとあったりするものなんじゃないのかな。いや、ちょろっとありそうだけどね。金、すごいある。金、こんなにある。いらないな。信号機。金のことは。信号機作ろう。信号機。いやらない。信号機作ろう。なんかない？ないなぁ。見る限りないなぁ。どうする、どうする、どうする。ありそうなのになぁ。どうする、どうする。これで何のハプニングもなく終わっていくのが一番辛いなぁ。辛いでぇ。それだけは辛いでぇ。それだけは嫌だなぁ。なんかあれあれ。あぁ、考えるだけで震えるな。あれあれ。あるある。震えるぜ。やめろ。お前震えてんじゃねえ。震えるぜ。あ、でもまだ先があるね。鉄。うん。上がっていく。ふむふむ。上がっていくね。水があるよ。あ、水があるね。なんだろう。水をどうしますか。この水はとりあえず。そこに。そこにあるものとして。なるほど。うわ、すっごい。あーと、なんか。あー、怪しすぎる。あー、何もない。お、ない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 。ちょっと待って、やめた。ない、ない。ほんとに、また金、金が。金すごいんだよ。金がすごいね。あんまないイメージなんだけどな。そうなんです。金はないんです。でも、デイヤも、デイヤもすげえありそう。この先、あ、マグマとなんか水が合体した。これ、水とマグマでダイヤが出来上がってるんじゃない？これ。そんなことはない。まあ、何なんだよマジで。腹立つな。すげえ適当に喋りやがって。ないかな、ないかな。あー、ないかな。ないですか。いいところなんだけどね。いいところだよ。住むにはいいところなのに。住むにはいいところ。金ばっかある。あ、金すごいね。金だったらもう1位だよ。金だったら俺ほんとすごいのに。金しかない。ほんとそう。あれ帰ってきた。お、あ、一周した。そんな、あれ、あさり尽くした。あさり尽くした。待って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 待て待て待て、やだ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 。アサリ尽くしちゃったかな。尽くしてない。尽くしてない。あ、ここ行きづらい。あ、行きづらいね。行きづらい。あ、どうするの。横掘るのね。横から。あ、なんかあるじゃない。レッドストーン。レッドストーン。レッドストーンがある。ちくしょう。レッドストーン。あ、ちょっと水やめてくださいよ。もう結局すごいなだれ込んできたな。あ、高さ気にしながら探索した方がいいですよ。立ち見え。今12ぐらい、これで13ぐらい。13ぐらい。まだ行ってないところがある。ちょっと鉄をちょっと補給しつつ。どっち行ってない。あれ20分経過。
20分ですよ。あれ本当にやばいな。わかる、その気持ちわかる。金すごいよね。金はすごい。金はすごい。残り10分です。わかります。汗がすごいでしょうに今。汗が。汗が出てるでしょうにいっぱい。上行っちゃうのは良くないか。上行っちゃうのは良くないかな。すごくわかるぞ。痛めて石炭。おかしいな。どうなっている、これは。どうなっている。あー、これは誰だ。あー、来ましたね。あ、意外と、それ、これ、結構暗いからね、これ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、ここで死ぬともう終わりだから。あー、大丈夫、大丈夫。大丈夫だから。伊藤さん、ちなみにここは高さどんぐらいなんですか？ここですか？あれ、ほんとに。ここね、今ね、27ぐらいまで来てますね。え？かなり、上がってきたね。かなり上がってきちゃってます。なるほど。じゃあ、ちょっと下がんないと。これ下がんないとまずいです。せめて15以下15以下15以下に下がらないと。すごいすごい、ちょっとあれだな、この辺だな、この辺なんだよな、ほんまか。あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、痛い痛い。俺には関係ない。痛い。もうちょっと近づけばよかったかな。なんかこの辺から声がする。この辺もなんかありそうじゃない？なんかすごい声する。声するね。まずいな。なんかあるのかな。俺が先に死ぬわけにはいかない。ん？なんだ？怖い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 。ここ、あ、お腹空いちゃった。よし。なんかすごい声がする。怖い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 。ないかい？何にもない。なんだ、この辺から声がするよ。さあ、どうなるの？どうなるの？あ、鉄ですね。あ、鉄ですね。ほんとになんもないよ。え、ほんとになんもないよ。ねえ。ああ、もうさっきのところ。ええ、どうしよう。おお。楽しい。楽しくなってくれ。助けてー。いいよー。どうなってんの？どうなってるんでしょうね。高さ的には合ってるけどね。そうでしょう。うん、高さ的には合ってますよ。高さは合ってる。高さは合ってますね。今11だね、ここが。この水の音とさっきの水の音じゃないかな。あれ、これ同じところを回っている？そうかもしれない。可能性が。こっちの方行ってみよう。可能性が。横掘った方がいい。横とは。いやー、きついな。今もこれは横掘ってるってことだね。これは横掘ってるんですかね。はい。ええ、なるほど。なるほど。同じとこ。ここ開通させて。すすす。お、あ、あ、あ、ちょっと、あ、俺には関係のない、俺には関係のない音がして。痛い痛い、ちょっと。俺には関係のない音。あ、ちょっと、痛い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 、ちょっと痛い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 。俺には関係がないぞ、それは、そこで起きてることは。ちょっと待って、本当にどうすればいいんだろう、こういう時って。残り6分。何にもないです。何にもない。何にもないね。びっくりするぐらい何もない。何にもないね。うん。本当に？何にもないね。うん。どうした？何にもない。どうしたかな？どうしようかな。ノーダイヤトリオ。言われてますよ、テッドさん。立ち見 C に言われてる。ノーダイヤトリオって言われてる。ノーダイヤトリオって言われてる。言われてる。父さん、やだな、一緒にされたくない。でもね、まだあと5分ぐらいはあるわけでしょ。ね、あります。ちょっと待って、壊れちゃう、もう壊れちゃう壊れちゃう。ちなみに父さん、鉄は焼いたんですかね。鉄はもう焼いてますよ。ああ、なるほど。なら、大丈夫だね。なんだこれ。なんかちょっと、
おかしなことになってる。5分を切りましたよ。ああ、どうぞ5分を切りましたよ。ああ、残り5分ですよ。もうダメだ。もうダメだよ。ああ、ダメだよ、これ。ああ、ちょっと待って、お消して。鉄がもう足りない。いいですよ。この感じも、この感じも掘らねば。助けてくれー。誰かー。神様ー。まだ5分あるから。あと5分なんて、ない、ないよ。どこかへ、このままこの絵で終わる気がする。NDM のダイヤモンド。やめろ言われてます。ちょっと一回戻って、ちょっとどいて、どいちゃう。あだかな、これでもういいだろう、つけてほしいな。あーったーって言ってほしいな。あーったーって、あーもう言いたい、それあーって言ってほしい。うるさい、いつものやつ。あーってやつ。うるさい、そんなの言ってない。言ってほしいな、言ってほしい、聞きたいな。なんか前回あたり、必要ないダイヤ見つけていらないよとか言ってましたけどね。あーそうですね。ああ赤いのいっぱいあるな。取ってほしかった。ああ取ってほしいな。やだー、終わる、もう終わる。まだ終わらない、大丈夫ですよ。終わりだー、まだ大丈夫です。どこかに何かないのか。トスさん何にもないな。トスさん何にもないぞ今。俺何にもない。ダイヤもそうだし。ああ。なんもない。なんもないぞ。テッドさん。なんもないってのは何？いろんな意味も含めて、ああ、なんもないです今。それはあれ、俗に言う取れ高みたいな。ああ、そうですね。ああ、あれだね。だから俺の今やってるのは、ぺちゃんこ編集だとカットされる。ああ、そうですそうです。ゼロです。ゼロ。文字で済まされるやつですね。なかったって終わるやつ。なかったで済まされるやつです。あと2分半ぐらいです。あーいよいよだね。いよいよ。テツさん終わっちゃう。だってちょっと待って、だって本当にさ、本当にないね。本当にないよ。本当にないですよ。高さん今11で、ひたすら掘っていますが、あるのはレッドストーン。あるのはレッドストーン。そして敵もいない。あ、敵もおらず。はて。鉄。鉄。鉄はあれと。鉄。ダイヤはなし。あ、おっと。なんだ。これはどこかに。これは何かに通じて。これはあるだろう。ここに来て何かにどこかに通じて。これはちょっと待って、時間がない時間がない。時間が。残り1分半です。1分半です。待って。おっと。はぁ、ちょっともう、それどころじゃない。今ちょっと待って、弓の、あ、すごい、あ、ちょっと待って、あ、弓の大軍、今それどころじゃないんだよな。でも、あ、ちょっと待って、やばい、これまずい気がする、これまずい気がする。やだー、やだー、死んだ。最後に終わった。ちょっと待って、そこなんかあるでしょ。ここありそうだけどな。そこなんかあるでしょ。鉄、見渡す限り、金とレッドストーン、鉄で、あります。ちょっと、あるでしょうが。鉄がいっぱいあるね。ダイヤがあるでしょ。どうですか、どうでしょう。ちょっと今確認を、ちょっと30秒、はい、そっちはそっちでじゃあ見といてもらって。20秒、あ、そっか、これニコラマなんだから、あ、得意の終わりですね。終わりでしたか。はい、この先は何もない。何もないです。嘘だよ、あるよ。いや、そこであるでのが、まあ、あれじゃん、物語じゃん。物語的にはね、物語でしょ、それが。
伊藤さん、でも俺の時もなかったからな。案外ね、ないもんなんだよね。終了でーす。終了でーす。もう終わってました。終了でーす。あー、伊藤さん。おお。ふおお。戻ろっか、とりあえず。戻りますか。ちょっと戻ろうかね。いや、本当になんか見つけてあげたかったんですけど。そうだね。ろくな。ろくなもんがここにはないね。ろくなもんがないので、今ちょっと本当に探してあげてはいるんですけど、ないね。なんもない。なんもないよ。本当になんもない。でもこの辺まで来れてたら、もしかしたら仮にここで ないとなると、うん、もうなんもないです。もうなんもないね。俺も今ねちょっと掘ってみてるけどね。ありそうだなーっていうところ。ありそうだなーっていうところ。あ、ちょっと、あ、痛い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 。ない、ないね。すごいことないね。じゃあ戻りますか。うん、戻りましょう、はい、戻りましょう。うん、なしということで。はい。はい。よし。あ、帰ってきた。夕日、ね、沈んでいく、夕日が沈んでいくね。あ、もうタイマーも止めてないんで。あ、なるほどね。まあ止める必要ないもんね。はい、うん、タイマーは止めろよ。うん、なるほどね。はい、というわけで、いいっすか、こっち向いてもらって。どこにいんのか俺分かんない。あれ見えてない。目が、目も悪くなった。目も悪くなっちゃった。うん、目が悪くなった。俺が見てる方向にいる。え、俺もいない？あ、出てきた。出てきた。あ、出てきた。あ、ならよかった。テトさん、今までマインクラフト結構長くやってましたけど、うん、この放送が、うん、一番何もなかったかもしれない。確かにそれぐらいなかったんだ。そんなことはないでしょ。何もないなんてことはね、そもそもありえないんですよ。ちなみにじゃあ今回のハイライトはどこですか、自分で。スタート時点です。スタート時点。うん、あのやる気。あのやる気ね。うん。やってやるぞっていうね。そうです。プレッシャーがうんぬん言ってたあたりですか。あの強い意志。うん、あれはすごい。あの熱い強い意志でも、うん、うん、ハイライト、はい、やったなっていう、うん、じゃあの先に手応えが言っておきたいんですけど、はい、おそらく動画がまあ荒れますんで、テッドさん、ここで。え、なんで荒れ、なんで荒れるの？テッドさん、これはもうしょうがない。今回はもう荒れる覚悟で動画を上げるつもりでいますので、ね、あの何かその荒れに荒れてる方に一言。ああ、荒らしてる人にね、はい、何してくれてるんだと、はい、に一言もらって今回は、終了と。こうに荒らしてもらって構わない。ああ、祭りじゃと、祭りじゃと。そうだね。うん、だから、うん、そのそういうところで楽しみを見つけてもらうっていうのも、ああなるほどね。あ、また一ついいのかなっていう。ああ、それもまたあり方じゃない、ニコニコのあり方でしょ。ああなるほど。YouTube もそうかもしれない。うんうん、埋め尽くせと。荒らしてる人もまた人なんだなっていうところ。ああ、そのね、なるほど。そこは忘れちゃいけないとこだなって僕は強く思う。うん。で、俺もまた人なんだよってことも。あ、なるほどね。うん。忘れないようにしてくれれば、うんうんうん、世の中少しは良くなるのかなって。ああ、そうだね。そうなるかもしれないね。うん。頑張ろう、みんなで。乗り越えていこう。お、それことばっかりだけどさ。結果的には、うん。同率1位。同率1位、なるほど、そういう考えだもんね。うん、同率なんですか。同率ですよ、これは。結果が全てですから。俺とドンさんに関しては、うん、同率にしてほしくない。そうだね。うん、何を言ってるのか分からない。同率じゃなくてもいいのかなって思うんですよ。いや、やっぱ全然そんなことはない。ペジャマさんだってダイヤを見つけてたわけですから。見つけたなんて、はい、そんな何でもないですよ、そんな。ええ、まあ、こんなんじゃい、これは。よしよしよし、関係ないですね。それに関しては関係ない。そうですか、うん、これはじゃあ特にリベンジもせず。リベンジもしない。リベンジも二度としないと。二度としない。うんうんうん。5時間ダイヤぐらいだったらやってもいいかもしれない。ああ、なるほど。やりますか、瀬戸さんやります。じゃあ。俺は、だから、個人でやるよ。
あ、個人でやっちゃう？もう誰にも見せず。誰にも見せず。動画にもしない。絶対やんねえじゃんよ、それ。そうですか。うん。じゃあまあ次、次、さすがにね、同率1位で終わるのも。まあそうだね。まあ俺は一番納得いかないんで。なんでこの2人と、あ、まあでも、ね、まあ結果が出るんだからね、結果出るんだからね、それしょうがないね。結構生放送のコメントではやっぱ、僕ぺちゃんこが1位ではないかと、そういう感じでやっていくんだ。でも、でもハテナがついてるから、そうなんだ、へえ、ハテナついてるからちょっと怪しいね。結果じゃあ結果の記録なんて何にも意味がないってことなのかな、みんながそういうふうに思っているんだね。そういうことかもしれないね。はい、じゃあまあ今回は同率3位ですね。お、3位にしときましょう。全員ビリってことだね。全員ビリ。全員ビリ。ビリ、そんなこともあるの。全員ビリ。はい、ゼロはゼロなので。いいですね。はい、ああ、そっか。まあ次回なんかまたあれば。そうだね。ええ、もうちょっとあの緩いやつ考えときます。ああ、そうだね。まあそうだね。ちょっとハードルが高かったのかもしれないですね。もしかしたら次1時間ダイヤみたいな可能性もあるかもしれないですけど、ああ1時間だったらまだしもね、これででも30分でゼロだったからな、はい、まあ何か1時間ってもうちょっとんだろうか考えてやろうかなと思います。怖いよね、あの倍でも見つかんねえんじゃねえかって勢いだもんね、あるよね、というわけで、はい、は今回の、ガチンコレース30分ダイヤ鉄塔編記録ゼロということになりました。やったー、おめでとう、ありがとう、ほんと純粋、これドンさんよりも純度、俺よりもピュアだった、うん、純度が、え、ドンさんは見つけたんだっけ。見つけてないよ。じゃあ同じじゃん。うん、でもまあ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 、うん、いろいろあったからね、見せ場がやっぱ、いろいろあるかないかは関係ないんだって話をさっきしたよね、僕ね。いや、見せ場がやっぱある。見せ場とかだから関係ないんだよって話はさっきして、それで落ち着きましたので、いやいや、うん、というわけで、終了となります。また次回あればお会いいたしましょう。バイバイ。あ、お、女の子だ。あ、すごいすごい。あ、すごいすごい。サボテンすごい。これ今見せ場作ってるとこだから。なるほどね。あ、最後のね。そういうこと言うなら、もうやめようじゃ。うん。さよならー。じゃねー。